んにちは。トフィーの一緒に歌おうです。ご視聴ありがとうございます。今日も私たちと一緒に歌ってくださいね。今日取り上げる歌は、コスモスです。昭和52年、1977年、山口百恵さんが歌われました。作詞作曲はさだまさしさん。この歌を歌った時、百恵さんはまだ18歳だったんですね。そして21歳。引退のラストコンサートでこの歌を歌った後、さだまさしさんに、この歌の意味がようやくわかりましたというメッセージを送られたそうです。まるでドラマを見ているような気分になる歌です。一緒に歌ってくださいね。コスモス。薄紅のコスモスが秋の日の何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする。縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す。独り言みたいに小さな声でこんな2番。あれこれと思い出をたどったらいつの日も一人ではなかったと今さらながらわがままな私に唇噛んでいます。明日への荷造りに手を借りてしばらくは楽しげにいたけれど突然涙こぼし元気でと何度も何度も繰り返す母ありがとう。いかがでしたか？秋の桜と書いてコスモスと読むのはこの歌が始まりなんだそうです。歌の影響力って大きいんですね。一緒に歌っていただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。またお目にかかりましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。お元気で。さようなら。